大久保の明から1917年4月20日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。1860年、土佐国土佐軍小高佐村号長居住の土佐藩士、大久保美ゆ作の三男として生まれた。1875年、陸軍幼年学校を経て、陸軍士官学校に進み1879年12月22日。 公平少尉に任官1883年2月28日公平中尉に、1886年10月4日公平大尉に昇進。1888年11月17日陸軍士官学校教官に補えされる。1895年3月23日公平少佐に昇進し陸軍大学校教官。 宇品運輸通信支部員などを経て、1898年10月1日、公平中佐に昇進。1902年5月5日、台湾陸軍補給省庁となり、6月1日、公平大佐に昇進。1904年4月1日、陸軍運輸部本部長兼宇品な帝白城司令官に就任し、日露戦争の広報支援を担った。1906年7月6日、 陸軍少将に新旧市陸地測量部長に着任。1912年12月26日、陸軍中将に進み、旅順要塞司令官に就任。1913年8月22日、大名となり、1914年5月11日、予備役に編入された。1917年4月、56歳で死去。ありがとうございます。